VS シャーウィルズ真夏の長良川決戦。さあやってまいりました。見慣れないウサギが長良川におります。競技場に駆けつけてくれたジャビットと我らがギフィーとの対決企画を行ってまいります。そしてトリプル G とヴィーナスの皆さんも参加していただきます。よろしくお願いします。さあそれでは早速始めてまいりましょう。第一種目はリレー対決。ルールは簡単でございます。ペナルティーラインからスタートしてピッチに立てられたカラーコーンを回りタッチして次の走者につなぐリレーとなります。最後のアンカーが先にゴールしたチームの勝利です。それでは両チーム紹介します。ギフィーチーム、トリプル G、ワカナ、ココナ、ホーノ、アイラ、そしてアンカーがギフィー。続いてジャビットチーム、ヴィーナスのアキコさん、ミユキさん、ルーイさん、スズネさん、そしてアンカーがジャビット。以上のメンバーでございます。さあそれでは両チームスタート位置についてください。まだまだ暑さの残る長良川競技場のピッチ、熱い戦いが繰り広げられます。パリオリンピックも開幕しましたが、もう一つ負けられない戦いが今戦いの火蓋を切ろうとしております。さあそれでは両チーム準備はよろしいでしょうか。準備 OK の人は手を挙げて。あ、今準備運動する大丈夫ですか。ヴィーナスの皆さん OK。 さあそれでは参りましょう。リレー対決よーいスタート。さあ始まりました。第1走者は若菜、そしてあきこさんです。おお、綺麗に回ってほぼ同着か。おお、巻き返した。ほぼ同着でタッチ。まだまだ差はありません。第2走者ココナ、そしてみゆきさん。あ、これもそれほど差はないか。さあ第3走者ほのルーイさんと対決。お、ここで少しほのが一歩リードしたか。さあトリプル G ラストはアイラ、そしてスズメさん。いやいや、あー、滑って大丈夫か。ピッチが滑りやすい長田城、長田川競技場を知り尽くしているものの勝利か。ギフティーがアンカーでいきますが、あ、ジャビットが速い、ジャビットが速いぞ。コンボを落とす、立てる余裕もあって、かくった、かくった、おっと、ここです、こけたー。勝者、ギフティー。いやいや、ジャビットが VAR を要求しておりますが、あの J3 のうちはまだそんな贅沢なもんございませんので、また J2、J1 でお会いしましょうね。お待ちしております。さあということで負けてしまったジャビット、そしてヴィーナス皆さん、次の第2戦頑張ってくださいね。続いて第2戦 PK 対決。さあここからはですね、ギッフィーとジャビットの一騎打ちとなります。一球勝負の PK 対決、それぞれがキッカーとキーパーとなり勝負します。先ほど勝ったギッフィーが先行、先に蹴ります。ジャビットさんはそうですね、ゴールマウスについてください。一球勝負です。ギッフィーはどっちに蹴るんでしょうかね。さあジャビットさんも OK ですか。あ、キャッチャーを、キャッチャーミットを構える感じですが、じゃあギッフィー、ここは暴投して良さそうだからね。さあそれでは行きましょう。 PK 対決1本目どうぞ。ゴール。ギッフィーが田口優也と同じコースに蹴り込んで決めてみせました。ジャビットさん良かったです ね。パスボールになりましたが、あ、何か言いたいことが、わかります、わかりますよ。そうですよね、このままジャビットさんがもしゴール決めてももう勝てないっていうんじゃつまらないですよね。ですよね。どうします、ジャビットさん、そういうのやります、ありがちなやつ。 OK ですか、そこで話がついた。はい、ではですね、ジャビットさんがゴールを決めたら2ポイントとします。
それでよろしいでしょうか。いや、もう一声みたいな、いや、そこまでにしておきましょう。2ポイントでお願いします。ですからジャミットさん、決めれば引き分けです。仲良く引き分けに持ち込めます。さあ、それでは、おお、先ほどはキャッチャーの構えをしていましたが、おお、足上がりますね。右キックか左キックかもまだ分かりませんが、さあ、ゴールマウスを守るのはギッフィー、運命のラスト1本です。それではジャミットさん、どうぞ。ということで、真夏の長良川ギッフィー対ジャミット、あ、そこ甲子園の砂ありませんので、ジャミットさん、勝者ギッフィーチーム、おめでとうございます。この後もぜひ試合で熱い後押しよろしくお願いします。会場の皆さん、ギッフィーチーム、ジャミットチームに大きな拍手をお願いします。